18歳の抱負を言いますと、この前チーが18歳迎えて、チーはなんかこれからも自由奔放に行くと言っていたので、まあ、本当にビリーズ工房は自由な子が多いんですよ。そういう人をまとめていったり、どんどん突っ込んでいったりと、まあ、これからの素敵な私をなんか家族に見せていけたらいいなって思ってます。皆さん本当に今日はもう6日も早いのに本当に祝っていただき本当に嬉しく思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽くなれ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you海でしたね。本当にタイトルにふさわしい感じで、まさかね、青っていうことで最初最終日だったかなと思ったんですけど、絶対チーがまあだよまあだよしたら2階席でお誕生日おめでとうって旗を持ってくださってる方が4人ぐらいいて、ああ私の誕生日のためにやってくれてんだと思って、もう本当にね6日も早いんですけど、皆さんありがとうございました。皆さんのおかげでね、いい18歳を迎えられそうです。ありがとうございます。18歳になっても頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。かわいいじゃん蜂。ちょっとね薄くなっちゃった。え、蜂なのこれ。蜂だよ、どう見ても蜂だよ。何してんの。ちょっとまあね、ここねリサコって書いていて、さーきももち。どっか私書けなくない。いやなんかパシパシした。ゆうりな、若干イケてる。すごい。いい子も。可愛い。テミロンちゃんだよ。テミロンちゃん。私の。見て見て。ほら。ひしめんだよ。みんな取り合いすぎでカメラ。うち初めて映った。映ったよ。それがうどんから出てきたみたいになってるじゃんよ。はい。来ました、私の番です。始まる。めっちゃテンション上がってるやん。行こう。5月だよ。お疲れ様でした。バイバイ。てかよかった、ここもカットで大丈夫。ここも大丈夫です。じゃあまあ、最初はお疲れ様でした。お疲れ様でした。これ制服に見えますね。このベルト取ったら、なんかすごいレインコートみたいな。これさきちゃんのズボンじゃなくて、なんだ。これ恥ずかしいな。これ本当はズボンじゃないんです。スパッツ。こういうちょっとしたこう壁との壁がこのぐらいだとするじゃん。するじゃん。ね、うん。このぐらいの壁でこっちからゴンゴンゴンって鳴ったとして、こっちから楽屋帰ってくる時もあんの？たまにホテルとかさ、ドンってやったらさ、そうそうそう、ホテルとかの部屋は帰ってくるでしょ？帰ってくるよ。そのこと言ってんだよ。なんか絶対みんななんか見えっぱいかだとかさ、絶対思ってるよ。多分ちょっとおかしいこと思ったかもしれないけど、そういう意味、うん、みんなの理解力はなかったわけ。わかる？お疲れ様でした。楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様。バイバーイ。バイバーイ。まあ、本当に川口です。楽しかったね。本当に本当にね、またね戻ってきたいね。うん、もう何て言っていいか分かんない。すーちゃんこと須藤まさと、兄ちゃんこと宮地でした。バイバイ。兄ちゃんって初めて言った。バイバイ。ベリーズ最高。自由すぎる。みんなもうぐちゃぐちゃなんで、せっかく締めたのに。もものこれがまだ飾りとか全部置いてあったんで、何気につけてみたんですよ。そしたらももが来たから気づくかなと思ったら気づかなかったんで、じゃあ私がこれつけて寝よう。こうやって出てこようかな。みんなし、みんなし、みんなし、みんな静かに、みんな静かに、みんな静かに。どうしたの。何もない。じゃあカメラアピールしてた。どうぞカメラ。バイバーイ。気づいてない。マジやばいですよね。なんか戻ってきた。何もない、何もない。大変じゃ、大変じゃない。え、何もない。何もない、何もない。やっと気づいた。
タタ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 違うの、それだとダメ、ちょっと待って、入んないんだけ、違うの、これだとね、マイクで分かんないでしょ、こうやってやったら、うん、でも、これをこうすると分かるでしょ、斜めにやってんの、うん、だから斜めにしてんの、じゃあね、バイバイ、バイバイ、ありがとう、忘れなかったよ、やっと気づいたよ、川口行ってきます、お疲れ様でしたって。お疲れ様でした。せーの。お疲れ様でした。面白いでしょ？いやいやいや。もちろん考えてます。考えたでしょ？暑いな、暑いよってか。暑い、これ。葉っぱ邪魔だよ。葉っぱ邪魔だよ。葉っぱちょん切るぞ。自然を大事に。大事に大事に。エコだぞ。エコは大切。お疲れ様でした。今日一番嬉しかったことは、お誕生日おめでとう。イエーイ。18今日ね一番、今日ね一番嬉しかったことは、あのね、いつもね名古屋に来たらきしめん出るんですけど、きしめんいつも一人一個までって書いてあったけどね、今日ね書いてなかったの。なんかまさか2玉入れた、食べ放題ってことでしょ。入ったー、おはようございます。今日は中野サンプラザに届きました。ねえ、汚い、ちなみのちょっと赤も出てるね。よしおちゃん、ちょっと細かい微調整をして。いいよ。そういうことね、言うとね、マジで変なとこ行きちゃうめんだからね。じゃん、おー、できた。大阪です。ここはナンバー8です。あの、今から2回目始まるんですけど、15分前なのでちょっと探検しようかと思います。ではこちらに行きます。じゃじゃじゃん、ちょっと待ってどうした、撮るんじゃないの写真。あー、そうだ、じゃ待って、あ、いいよ、着替えてくる、さっき着替えてて。じゃあ、あ、押す、じゃプッシュじゃなかった、これこっちでしたね。どこに行くでしょうか。なんとファンの人がいるんですけど、みんなも準備しちゃってるかな。さっきね気づいてもらったんです。気づいてくれるかな。私思ったんですけど、やっぱり普段上向いて歩かないんだなってやっぱり思いましたもん。あー、気づいた気づいた気づいた、バイバーイ。ということでね、あとね5分前ぐらいなんで、さっき熊井ちゃんと写真撮る約束したんで撮っていきたいと思います。熊井ちゃん、着替えてなかったのまさかのさあ、皆さん、今日は宇都宮にやってまいりました、ちん散歩でーまーさんです。さあ、伝説の餃子と言われるこの宇都宮餃子食べたいと思います。伝説なんだ、しかも。さあ、お味はいかがですか。何味ですか、普通の。牛肉入ってません、野菜オンリーです。ヘルシーですね。皮がもちもちしていて、中がジューシー。みんな食べたいと言ってますよ。じゃあカメラの前に皆さんにあげてやってくださいよ、ちーちゃん。ダメだよ、やめてくださいね。キラキラキラヨーヨー、キラキラキラヨーヨー。でこう肩入れるこういうストレッチあるじゃないですか。こうやってストレッチするんですよ。そうそう、ストレッチ。その時にビリビリビリって聞こえて、なんだろうと思ったらキャーとか座り始めたんですよ。そしたら私は一部始終できたんですけど、ここズボンバーって破けてて、マジ
つーちゃん、ももにイメージっていう音楽であるんだよね、たぶん。ねえ、なんでさ、つーちゃん、そういうもものさ、暴露話ばっかするの？だって好きなんだな。いやいや、もものことじゃない。じゃあマスクツーショットして終わろうか。夏焼きみやびとマスでした。バイバイ。バイバイ、マスバイバイ。